데이트 한 번만 해주세요. 소원인데. 적당히 좀 말하니까. 다음은 한국어 講座. 안녕하세요, 다홍입니다. 今日は 이태원 클래스から 한국어를 勉強してみましょう. 데이트 한 번만 해주세요. 소원인데. 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 의미는 데이트 一度だけしてください. お願いなんだけど. という意味です. はい、ここで何々してくださいの中性を、中性をでよく使えそうな表現をいくつか紹介いたします。ちょっと待ってください。잠깐기다려주세요。잠깐기다려주세요。助けてください、または手伝ってください。도와주세요。도와주세요。もう一つください。하나더주세요。하나더주세요。仕事が終わったら電話ください。일이끝나면전화해주세요。일이끝나면전화해주세요。적당히좀하라니까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 。意味はほどほどにしなさいってばという意味になります。この적당히が適当に、ほどほどにという意味になります。はい、ここの何か、何々だってばという言い方になります。じゃあ何々らにかを使った例文を紹介いたします。それは触らないでってば。그건만지지말라니까。그건만지지말라니까。宿題今日までだってば。숙제오늘까지라니까。숙제오늘까지라니까。今日ちょっと休みなってば。오늘좀쉬라니까。오늘좀쉬라니까。데이트한번만해주세요。소원인데。적당히좀하라니까。